こんにちは、市役所です。今回は子ども相談支援課の松井由紀さんに児童虐待防止推進月間についてお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。厚生労働省では毎年11月を児童虐待防止推進月間と定め、児童虐待防止に対する社会全体の関心を高めるため集中的な広報啓発活動を展開しています。はい、今年度はもしかしてためらわないでいち早くをスローガンに啓発活動を行います。なるほど。ではまず東近江市の児童虐待の状況を教えてください。はい、令和3年度は虐待に関する新規の通告が104件あり、昨年度より増加しています。また年間を通じて476件の相談や支援を行っています。新規通告における年齢別内訳としては、乳幼児期を関する相談や支援が全体の 57% を占めています。なるほど。では虐待を疑う時のポイントはありますか？はい、特に注意してもらいたい点としては、外に締め出されている、子どもが保護者などから叩かれたり罵声を浴びせられたりしている、子どもにあざや傷がある、子どもが長時間泣きっぱなしである、乳幼児を車内や家に置き去りにする、また子どもを長時間置き去りにしているなどがあります。具体的なポイントがあるんですね。ただ市民の皆さんとしてはしつけと虐待の判断ができずに通告することを迷われることもあるかもしれませんよね。はい、近年保護者などがしつけを名目にして虐待を行っているケースが後を絶たず、子どもの命が奪われるという痛ましい事件が立て続けに起こっています。はい、こうした背景もあり、令和2年4月から保護者などがしつけと称して体罰を加えることが法律で禁止されました。しつけとは子どもの人格や才能などを伸ばし、社会において自立した生活を送れるように子どもをサポートして社会性を育む行為です。暴力によって押さえつける行為はこの目的に合うものではなく許されません。虐待を疑うポイントを見かけたら、勘違いだったらどうしようと通告を迷うような場合でも、ありのままを通告してください。通告者のプライバシーは必ず守られますのでご安心ください。はい、たとえお子さんへのしつけが理由であっても暴力は絶対にダメということなんですね。はい、虐待をしている保護者の中には、保護者自身が困っていて虐待という行為で SOS を出していることもあります。はい、また通告をきっかけに家族の持つ深い悩みに気づき、新たな支援がスタートすることもあります。虐待をしている保護者を責めるのではなく、家族の抱える問題を理解し、家族全体を支えるためにできるだけ早く発見し、支援の輪を築くことが大切です。なるほど。では最後に子ども相談支援課の窓口のご案内をお願いします。はい、児童虐待の通告受理、妊娠期から18歳までの子どもに関する相談や DV などの女性相談も行っています。子育てで悩んでいたり、周りで虐待を見たり聞いたりした場合や、DV 被害を受けて困っている人は迷わず相談してください。また本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているヤングケアラーについての相談窓口もこちらになります。相談時間はご覧の通りです。なお相談者のプライバシーは必ず守られますので、安心して相談してください。わかりました。今回は松井さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。